竜兵、ちょっと相談がある。どうした、さやか。ひろきさんって知ってる？確か、さやかのサークルの先輩だよな。そうそう、さすが私の彼氏、よく覚えてるね。まあな、それがどうしたんだ？ちょっと飲みに誘われてて、行ってもいいかな？え、飲み会か何か？飲み会かもしれないけど、誘い方的に二人っきりだと思う。マジか。私は行きたいと思ってるんだけど、どうかな？俺は正直言ってほしくないかな。え、なんで？ひろきさんって女遊びひどいんだろ。二人で飲むって明らかに誘ってるよ。それ、ただの噂らしいよ。付き合えなくて片思いしてた相手が腹いせで情報を広めたんだって。そうなの？でもどっちにしても言ってほしくない。本当に何もないと思うよ。せめて二人じゃないなら。わかった、聞いてみる。うん。翌日、飲み会だったらしい。うん？二人じゃなくて何人か来るって。それなら行ってもいいよね。まあ二人じゃないなら。ありがとう。でも早めに帰れるようにな。分かってる、ちゃんと終わったら連絡するから。うん、ありがとう。はーい、じゃあ飲み会明日だから。うん、楽しんできて。1時間後、アンナ久しぶり。ちょっと相談いいかな。竜兵、どうしたの？さやかのことでちょっと。え、何？どうしたの？さやかのサークルの先輩でひろきさんって人知ってる？知ってるよ。さやかがその人と飲み会行くんだけど、どう思う？え、やばいよそれ。え、やっぱそうだよな。あの人マジで音楽性悪いから。だよな。最初は二人っきりで誘われてて、それを断ったら何人かで飲むらしい。私もそれ言われたよ。え、どういうこと？最初は二人って言われて断ったら何人かで飲もうって言われたの。うん。それで当日行ってみたら二人っきり。え？帰るわけにもいかないから飲んでたら、急に体触ってきてすごいセクハラしてきた。マジかよ。ホテルに誘われたんだけど、他に好きな人いたし、なんとか断った。その後も何度も誘われたけど、無視し続けたら被害なくなった。すげえ常習犯じゃん。うんうん。ちょっとさやかに言ってみる。うん。すまんな、急にこんな連絡して。うんうん、大丈夫だよ。ありがとう。1時間後、さやか、やっぱ行かないでほしい。え？ひろきさんについて聞いたけど、あんまりいい噂なくて。さやかが誘われたやり方でセクハラされてる子がいるんだ。誰？名前は言えない。もしかしてアンナ？え？あの子ひろきさんに振られたんだよ。自分から抱かれに行って失敗した腹いせに変な噂広めてるの。お願いだ、行かないでくれ。無理、もうオッケー出したし。行かないでほしい。無理、今断ったら怒られるよ。サークルでの立場わきまえてよ。大丈夫、絶対何もないから。じゃあ信じてる。うん。翌日、さやか、先輩との飲み会終わった？もう0時過ぎてるけど、終電には乗れたのかな？心配です。翌朝、おはよう竜兵。ごめん返事遅れた。もう朝だよ、心配してよ。さやか、ちゃんと家には帰ったのか？家には帰ったよ。ひろきさんの家だけど。え？結構お酒進んじゃって、気づいたら終電なくてさ、ベロベロに酔っ払って、ひろきさんが解放してくれたの。家行ったって、本当？約束と違うじゃないか。何もやってないよな。あんまり覚えてないけど、裸で抱き合ってたかも。え？なんで出ないの？ひろきさん起きちゃうじゃん。まだ家にいるの？うん、だって今日大学ないし。だから無理だって。あ、ひろきさん起きた。また後で連絡するね。おい待て。1時間後、私たち別れよ。は？私ひろきさんと付き合うことにした。マジで言ってんの？だってひろきさんエッチうまいし、体の相性だっていいもん。正気？二日酔いじゃないから大丈夫だよ。で、別れてくれるよね？イライラするわ。別れるでいい？ああ、いいよ。もう完全に愛想尽きた。お前なんか最低だ。負け惜しみ。うるさい、 LINE してくるな。はいはい。今からひろきさんと3回戦目。竜兵も新しい子見つかるといいね。まあでも無理か。私のこと大好きだったもんね。傷が癒えそうにはないよね。1時間後、
アンナ、聞いてほしい。どうした？さやかと別れたわ。え？ひろきさんとご飯行って、そのままお持ち帰りされて、さっき別れ話されたわ。え、マジ？結構辛いわ。だから行くなって言ったのに。竜兵。アンナ、今日って時間ある？酒飲みたい気分なんだけど、付き合ってくれないか？このこと、アンナしか知らないから。うん、私は大丈夫だよ。こういう日は飲もう。ありがとう。今、大学いる？いるよ。今、図書館で勉強してる。俺もそっち行くわ。はい。6時間後。アンナ、今日はありがとう。結構飲んじゃったわ。うん、全然大丈夫。話聞くことしかできなかったけど。うんうん、十分楽になったわ。本当にありがとう。俺に力になれることがあったら何でも言ってくれ。うん、分かった。とにかく体調優先でね。ありがとう。今日はもう寝るわ。うん、おやすみ。2週間後。竜兵、気持ちはどう？切り替えられた？もう完全に吹っ切れた。さやかって誰ってレベル。笑う。ねえ、前に言ってたこと覚えてる？俺に力になれることがあったらってやつ。もう覚えてるよ。なんか事件起きた？いや、事件とかじゃないんだけど、お願い事があって。願い事？今週花火大会あるじゃん。うん。それ一緒に行ってくれないかな？え？私彼氏とかいないからさ、形だけでもリア充してみたいし、だから行ってくれない？そんなんでいいのか？うん、お願いします。全然いいよ。ほんと、嬉しい。せっかくだから浴衣着ようかな。いいね、私もそうする。お、これは期待。期待しないで。なんで？あんな浴衣似合いそう。ほんと？うん。じゃあ頑張って髪とかセットする。ますます期待が膨らむ。あんまりハードル上げないでね。もう遅いな。やば。3日後が楽しみだ。うん。3日後。アンナ、今日はありがとう。本当に楽しかった。そしてこれからよろしくな。嬉しい。竜兵の彼女になれるなんて本当に夢みたい。泣くほどのことか？泣くほどのことだよ。だってずっと好きだったんだもん。それさっきも言ってたけど本当なのか？うん、そうだよ。ひろきさんに誘われそうになった時も、竜兵のこと諦めたくなかったから流されなかったし。マジ？でもさやかと付き合い出してからは二人を応援することにした。でも今考えたら早く別れてほしいとも思ってた。そんなアンナに相談してごめんな。ううん、頼ってくれて嬉しいもん。そう言ってくれて助かる。今日したキスは一生忘れない。それは俺も。今二人で撮った写真見てにやけてる。俺と同じでワロタ。そうなの？今電話できる？できるけどどうしたの？声聞きたいだけ。ダメ？ダメなわけない。本当に幸せ。俺も同じだ。また明日からもよろしく。うん。1週間後。久しぶり、竜兵。どう？私と別れてからはそろそろ寂しさで限界なんじゃない？いや、そんなことないよ。強がらなくていいんだよ。強がってないよ。てかよく LINE してくれたな。あんなひどい別れ方しておいて。まだ根に持ってる感じ？でも私も心を入れ替えたの。もう浮気はしないって決めた。だから私とやり直して。だから無理だって。なんでよ。だって彼女できたもん。え？まあたとえ彼女いなくてもさやかとやり直すなんてありえないけどな。ちょっと待ってよ。彼女って何？誰なの？アンナだよ。は？あいつ何よ。誰に許可取って付き合ってんの？さやかの許可なんかいらないだろ。別れろ、今すぐ別れろ。私と付き合え。無理だって言ってんだろ。お前にはひろきさんがいるだろ。ひろきさんとはもう終わった。え？捨てられたのか？違う、そうじゃない。は？どうしても無理になったの？ねえ、お願い。もう本当に浮気しないから。だから私と付き合って。黙れカス。一度失った信頼はなかなか取り戻せない。俺はもうさやかに期待することをやめた。さようなら。待って、お願い、考え直して。後日談。こんばんは、竜兵です。この後さやかから何度もアプローチがありましたが、きっぱり断りました。そしてひろきさんは大学を退学しました。どうやら遊んでた女の中に既婚者がいたらしいです。その旦那さんに慰謝料請求されて大学を辞めざるを得なかったそうです。精神錯乱状態になり、さやかの財布からお金を盗んで警察沙汰になっていました。
巻き込まれなくて本当に良かったです。俺はアンナを大切にします。